はい、こんにちは、コムさんです。はい、13シルビアね、やっていきます。シルビアこんな感じで、前回ね、クリアね、行きました。クリアですね、行きました。こんな感じですね。で、まあ、ツヤ的にはまあこんな感じでピカーっとね、はい、出ております。もう、映り込みもね、しっかり映り込んで、まだちょっとザラッとした感じは見えてますけどね。これを最終研ぎ出しで、綺麗にしていこうかというところなんですが、まあ、これでも本来ならもうこれでもええんちゃうのっていうぐらいのね、ツヤときらめきと、あとね、こんな感じねが出てきてくれてますが、これをね、まあ、最終研ぎ出しするんですけど、もうちょっと乾きが足らないんで、もうちょっと置いとこうかなと思うんですが、まあ、いけるといえばいけるんですけどね、もうちょっと置いとこうかなという感じです。はい、であとね、コムさん、視聴者さんからの情報でね、ここの部分ね、ここがね、どうもツヤありだという情報なんで、ツヤありにしようと思ってます。コムさん、半ツヤやと思ってたんですね。ここはツヤ消しで、ここは半ツヤと思ってたんで、はい、まあまあ、どっちにしてもツヤ、半ツヤのクリアを置くんですけど、ツヤありということでね、ツヤのクリアをね、拭いていこうと思います。ここもね、ここマスキングしといてね、これはまあコムさんが別でやっとこうと思うんですけど、はい、でちょっと今回ね、これ一回窓枠のね、皆さん多分この窓枠のマスキングのあれはどうなってるんやというふうにね、ちょっとこう気になってるところでもあると思うんで、ずっとシリーズ見ていただいてる方はね、気になってるところもあると思うんで、はい、めくっていきます。中にね、今のマスキングテープについた粉がね、パリパリと割れるように飛んで、周りについて粉がつくという感じになってますが、これは別にこのイルボンが取れて剥げてるわけではないのでね、はい、こんな感じです。どうでしょうか。もう、ここ、艶消しの、塗装せなあかんかなと思ってたんですけど、もうこれでもええんじゃないかなと思うぐらいのね、仕上がりになってます。見てどうでしょうかね、ツヤありの部分とね、窓枠の部分、メリハリはっきりしてると思いますけども、はい、はい、というわけでね、こんな感じで窓枠はね、こちらもこんな感じ、フロントもこんな感じね。で、もしかね、マスキングテープめくれててクリアがね、吹き込んでたとしたら、その部分は削るとかね、あと塗装し直すとかね、どの道今からこうマスキングしてね、ここは塗装やるという予定やったんで、それはやっていくのでね、もしか吹き出してる場合はね、やればいいんですけども、もう今回これね、綺麗にいけてるんで、これでいいかなと思ってます。はい、ただ艶消しのクリアは吹きたいなとは思ってるんですけど、もしくは筆でね、スーッと塗りつけるという感じでもいけるんじゃないかなとは思ってます。はい、ここね、クリア含んでね、こんな感じでね、いけております。はい、黒なんでね、かなり神経使いますね。この手垢がね、指紋がつくというかな。うん、手垢いうか、指紋の型がつくんで、常に俯瞰とキラキラしないっていうね、黒は。はい、汚れてしまうというね、気使いますけどね。はい、そしたらね、この方はまだ、研ぎ出し後でということでね、まず何をやっていくかというと、シャーシーも塗り分けあるんですよ。ここね、こことこの部分と、ずっとここがシルバーで、ここがシルバーで、ここがシルバーと、でこれがシルバーじゃなくてこのままなんですけど、こことここまでがね、シルバーなんで、それをね、マスキングして吹き付けしようかなとすると、かなりね、マスキング細かくね、せなあかんのですね。だからまあまあ精密に作られてるんで、割とね、剥がしてもいいんですけど、裏なんで、もうほとんど見ることないんで、このままでもいいかなと思ったんですけど、ちょっとまあコムさん、ちょいちょいとね、シルバーハケでね、筆でシルバー塗ろうかなと思います。これに関してはね。で、内装なんですけど、内装の塗り分けもね、指示、演出の指示でね、グレーとセミグロスブラックっていう感じの塗り分け
指示になってるんですけど、グレーあったかな、どうやったかなと、もうちょっと濃ゆいグレーと黒の塗り分けはあったかもしれないかなと思うんですけど、コムさんの好みから言ったら全体的にね、車も黒なんで、どっちかですよ、明るい色にするかもう黒に合わすかなんですけど、黒の方がねコムさん好みなん でこのドライバーズシートというのかな、あこの、ね、あのドライバーの方のシートが黒指示なんですね、はい、まあ別にこれこっち明るくするんだったらこれに合わせばいいんですけど、もう黒に統一しようかなと思ってます。あとあの艶消しとセミグロスブラックの塗り分けはやろうかなと思ってるんですけど、ちょっとまあ、あの艶消しのブラック黒とセミグロスってあれなんで、そのシートの方とかはねちょっとグレー混ぜてやってもいいかなと思ってるんですけど、もしかしたらもう全部ね黒統一でいくかもしれないんですけど、はい、一応ね、まあ、シートの方をちょっとグレーがかったというかグレーに黒を入れて濃ゆいグレーでシートの方をね塗装していこうかなと思います、はい、まずねそのあたりからやっていこうかなと思います。こことねこの中とこの周りが違うんですね、はい、なのでここと、このシートね、このシートの塗り分けを今からやっていこうかと思います。ぐらいでもいいかな。もうちょっと黒くしようか。もうちょっと黒くしますね。結構できちゃいますね、これ量が。まあこれはこれとして色を置いとけばいいんで、あれなんですけどね。まあこのぐらいいるかな。いらんか。まあこのぐらいの色にしときましょう。これ乾いたらもうちょっと黒くなってくれると思うので、このぐらいでいきます。あんまり真っ黒にするのもね、あのメリハリないんで、黒系の色ということ。はい、これ、一応ね、黒系のシート周りの方の色として作ったんでね、マスキングとしては、シート塗って、シートマスキングしてこう塗るのか、外の端に塗っといて、マスキングでシート塗るのかという手順の違いはあるんですけど、まあ、黒の方が、後の方が、真っ黒の方がね、後で方がいいかなと思うんですけど、まあ、ほとんど同じような黒なんで、ね、多少違うだけなんで、どっちからいってもまあまあいいとは思うんですが、やっぱりちょっと色のね明るい方というかなからいっときましょうかね。はい、でここに見えてるパーツ、これはセミグロスブラック指定なんでセミグロスです。あとでこの他のこのパーツたちね、マスキングしてからねセミグロスブラックを一緒に塗っていくという感じでいこうかなと思います。はい、それではね塗っていきたいと思います。まあ塗料は足りるとは思うんですが、まあ、やっていきます。シート周りね、
できるだけまあ外にかからないようにということで。まあ、これ今あのこの話はね、あのベテランの方は多分というかもう完全に ご存知な話なんであれなんですけど、ご承知のね話だと思うんであれなんですけど、黒系同士なんで、まあね、マスキングは今度こなしてね、1回もう今1回分省いて後でねマスキングして抑えるという感じでいけばええというのと、あとあのハンドピースというかエアブラシで拭く場合はね、ほとんど塗料出ないんで、あの缶スプレーとの比較ですけどね、缶スプレーのでっていう方が多分おられると思うんですけど、缶スプレーの場合は、ワンプッシュでかなりのね塗料出るんであれなんですけど、エアブラシの場合はほとんどあの出ないというか、少しずつしか出ないんで、まあ、たっぷり出せば出るんですけど、たっぷり出してもそんなにね、出ないんで、その辺はね、こう安心してというかな、調整しつつ気楽にね行ったらいいんじゃないかなと思います、はい。まあ、黒に見えますけどね、こんな感じでちょっと濃いグレーね、今グレーの上に、このグレーの上に、明るいグレーの上にこれなんで黒く見えてますけどね、はい、そんな感じでこの色で行こうと思います。いい色出たなと思ってます今自分で、はい、拭いてね、乾いてね、まずシートに入っていきます。このシートがね、あの白なんで、元がね白なんで、一回塗って乾かしてからもう一回塗ろうかなという感じ。で、あんまりここで絞ってもいいんですけど、ここでね調節してもいいんですけど、あんまり出すぎるなと思ったらこのレバーでね、緩く引っ張れば、このレバーのね扱いはもう慣れが必要というか、慣れたら簡単ですよね。慣れるまではちょっと微妙な調節がねやりにくいというか、ぎこちない感じはするけどね、そこも別に焦らずにね、こう仮にバッと出ちゃってもね、この程度なんで、それをちょびちょび出すだけなんでね、焦らずゆっくりね、気楽にね、まあ、試しにね、こう拭いてみたらいいんで、かからんようにね、かかったらそれで、ね、色ついちゃうんで、まあ、多少こうやってこう拭きながらいってもね、色このぐらいついても、まあ、こんなもんなんで、この上にまだ乗せていくんで、こっから調節していっても別に間に合うんですね。ゆっくりね、もうゆっくりでいいと思いますよ、のんびりで。そんな慌てずにね。まあ、この塗装をね、商売にしてって思うんだったら、その時点でももうちょっと一生懸命せなあかんのかなと思うんですけど、あくまでもね、趣味の範囲でね、塗っていくやつなんで、失敗したらまあね、がっかりしますけど、失敗しても自分のもんなんでね。まあ、趣味の範囲はですよ、やり直しいくらいでも効くんで。できるだけ失敗しないようにね、やり直しするのめんどくさいしね、がっかりするのにね、できるだけ失敗のないようにっていうことで、ね、やっていけばいいんじゃないかなと思います。こうね、ちょっとこうテストしながらね、はい。でまあ仮に失敗してもね、自分がもう一回、ね、手直しするのにもう一回作業せなあかんというだけのことなんで、そんなに硬くなってやらんのあかんということではないと思うんですけど、ね、お気楽にね、話にね、自分を追い詰めるというかな、追い詰められないようにね、これせなあかんから、ああどうしようみたいなね、全部自分 の好きでやってる作業なんで、ね、うん、その辺はお気楽でいいと思います。はい、コムさんこれ動画でね、こうやってやりながらでもね、こういう自分の趣味の範囲なんで、はい、あこれ後ろこれ背もたれのやつないのかな、これ見当たらんかったんで、見えへんから OK ということなのかな、そこはコムさん見落としてるのか、まあ一応塗装しときますね。で、
これ終わった時に見ます。はい、こんな感じね。でも鳥はたっぷりありますよね。ちょうど良かったかもしれないね。でね、これがここか、ここ黒くいって、ここがね、同じこの色でいいと思ってるんですね。今ちょっと調整してるでしょ。緩く拭いてるの分かるでしょうか。で、これで、離して拭いてたら、こういう感じにスーッとかかっていくと。で、ちょっとかかり悪いというかな、もうちょっとしっかり拭きたいなと思って近づける。この部分的にね、ここラインしっかりこうね、ここのラインをしっかりこう拭いていきたいなと思ったら、こういうね、ゆるーくしっかりでこう、シューッと近づけていくと、ここのラインが出るんで。はい。で、全体的にこう塗っていけば、OK なんで、色、ムラないようにね。で、ムラないようにこう思ったら、ちょっと離してこう全体に、こうね、いくと。近づけるとラインがこう、そこが部分的なラインになっていくんで、離すと全体的にかかるんで、そこの調節もね、レバーとこことの調節とともにね、この距離ね、この距離でまた合わすと、近づくとこうね、部分的にかかってこういう感じ、今メタでしょうか、こう部分的にこうかかっていくと。これでもね、最終的に色合えば合うんですけども、ムラになりやすいんで、ちょっと離してこうね、全体にかけていくと。微妙な距離ですよ。そうです。違いはもうほとんどもう目とね、この感覚で見て、ここ今いる距離やなっていうところを合わせて拭いていくっていう感じね。拭きながらでもね、慣れてきたら拭きながらでも近づいたり離れたりこうね、しながらこう合わせていく。拭いててここかかってないなと思ったら、この中ね、かけたいなと思ったらちょっと近づける。で、近づきすぎて、ちょっと色が、濃くなりすぎだなと思って、ちょっと離すみたいな。で、全体にかけたいなと思ったらね、ちょっと離すみたいな感じですかね。はい。だから、その面積に対して効率の絵描き方とかね、この部分だけかけたいとかいう違いで距離変更していくみたいな感じですね。はい。こんなもんかな。この横は別にあれやな、同じ色じゃなくてもいいんやけど、まあかけときましょうか。こんな感じ。ね。いい色じゃないかな、なかなかね。もう全部この色でもいいかなと思うな。黒にせんでも。どうやら。はい。で、このドアのね、ここ。こういうラインをね、縁取りしたい場合は近づけて、ここスーッとこうね、ゆるゆるでかけていく。はみ出してもいいんですよ。はみ出したらはみ出したでね、塗り分けで、マスキングで塗り分けできるのと。あともう一つね、強い味方、コムさんのいつも言ってる筆ピカリキッドでね、ここの周りだけ拭こうもたり、筆ピカリキッドでこの周りだけ拭けばいいんですよ。取れますからね。はい、こんな感じでね、拭き終わりました。まあ、塗料残ってたんで、ちょっとね、足元の辺もね、色合わす感じで、塗りました。ここまでちょっと乾いてないですけどね、こんな感じ。あと、まあ、マスキングして。黒とね、この色の違いなんで、ほとんどね、なんかな、艶の違いが違うだけで、色合い的にはよく似た色になるんで、ちょっと微妙な違いにしかならないと思うんですけど、まあまあ、こんな感じでいいんじゃないかなと思います。この後ね、マスキングして、こっちのパーツと一緒にね、セミグロスブラックやっていきます。
ミグロスブラックね、塗装していくやつは揃いました。はい、ドアもね、こんな感じ、ドア内張りですね、こんな感じで、はい、あとはもうセミグロスブラックということで、はい、やっていきたいと思います。はい、そしたらね、順番に塗装していきますけどね、おそらくそんなにね、黒と黒なんで、黒系と黒系なんでね、そんな変わらないと思います、色合いはね。はい、まあやっていきます。ここ黒ね、ちょっと濃ゆい黒かなぐらいのね感じだと思われますが、裏側もね、拭いとこうかなと思います。ちょっと光の加減、抜け加減というかな、おそらく大丈夫だとは思うんですけど、黒塗装なんでね。まあ、作ってる間の工程、作ってる工程の間にね、ここが色濡れてると濡れてないけど、気分的なものもね、雰囲気的なものもあるんで、黒でね塗っといたらちょっとこういいパーツのような気がしますよね、黒で塗られてるとね。はい、その辺もね重視しながら重視してんのがいいか、こんな感じで黒く塗っていきます。やっぱりね、グレーはグレーでいいんですけど、グレーより黒の方がやっぱりね、ちょっとこうしっかりとした感じになるんで、まあコンサート的感覚ですけどね、その辺はもうね、はい、こちらの方もやっていこう。よし、こんな感じね。これでマスキングめくった時にどんだけ色の変化があるかなっていうところですよ。全然多分ほとんど変わらないと思います。艶消しと半艶とね、なんで、こっちかな。でこの内側もね、しっかりつけないで、足回りね、この辺は一応艶消しブラックの指定にはなってるんですけど、まあまあね、艶消し状態でもありかなとは思います。半艶状態っていうのは、まあ塗装されてたりとかね、材質のっていう感じやと思うんですけどね、だいたい汚れたらね、やっぱりこう、ね、何やかんやとか汚れがつくと艶消し状態になるのでね、艶消しでもいいんじゃないかなと思いますけども、一応ね、指定がセミグロスブラックということで、こんな感じですね。でこれがどっち側のラジエーターなのか、ちょっと内側やったかな、外側やったかな、どっちかがシルバーなんですよね。で外側からやったかな、黒なんですね。
今この塗ってるやつがおそらくあのボディの引っ掛けるやつの部分になると思うので、まあね、しっかりと塗っときますが、この辺りはね、しっかり接着した方がっていうやつやから。はい。じゃあ今度はね、ほとんど変わらないと思うんだよね。うん、変わらない。これこっち側ね、乾いたら裏側も、黒くね、塗装する。で、足回りのね、フロント、これがフロントやったかな、これリアだね。サスペンションあたりのパーツなんですが、ローターこれ一応黒く塗りますけど、塗り分けあるんで、はい、これはまた塗り分けね、やります。あ、塗り分けといっても筆でね、ちょっとこうちょいちょいと塗り分けしましたよってことになりますところかな。そしたら最終これね、ワイパーです。ワイパーはね、細かく言ったらゴムの部分は艶消しで、この今塗ってる本体部分はねって、あの半艶でっていう感じでもいいと思うんですけど、あの古い車になってきたらね、このワイパーの本体自体も艶消し状態になってるやつも中にはありますよね。イメージ通りというかな、黒い内装やねんけど、実は、ちょっと違う色してんねんでっていうね、内装ですということで、はい、このダッシュボード周りもね、パッと見は全部黒やねんけど、実はちょっとだけ色違うねんでっていうね、はい、はい、こんな感じでね、ほとんど思ってた通りにね、色ほとんど変わらないような感じでなりましたけどね、まあほぼ近い色になってますけども、よく見るとここがグレーっぽいね、濃いグレーっぽい仕上がりで、ここが黒という感じね。でスピーカーもちょっとねグレーっぽい色にしてるんで、若干違うの分かると思います。こうやって見たらね、ちょっと違うでしょ、ちょっとだけね。まあこんな感じでね、ちょっとツートンっていうかな、塗り分け色をね、ちょっとだけ違うぞ、もう基本中は黒の塗装、あの黒の内装ですよっていうね感じで、はい、やってみました。でここね、ここも中、ここはちょっと違う色で、わかるでしょうか、ちょっと若干違いますよね、軽く違いますよね、はい、ここ狙ってたところというか、あ、こうやって置いたらよくわかるね、これよくわかるね、グレーと黒でね、よくわかるね。こんな感じでね、はい、このぐらいの、色の違いというぐらいでね、やってみましたということで、これもちょっとね違うの分かると思うんやけど、光の加減でこうか、だいぶ違いますよね、はい、黒とグレーでね、はい、こんな感じの色でね、はい、塗装してみましたということで、はい、でね、あとまあ細かい塗り分けまた次回ということになります。今回ねこれで、時間だいぶ来てしまいましたので、これでね終わっておきたいと思います。大変長い間ね、長時間お付き合いいただいてありがとうございました。でまたね、次回頑張ってきますのでね、応援よろしくお願いします。ご視聴の方ね、よろしくお願いします。はい、そしてコムさんね、チャンネル登録の方もどしどしよろしくお願いしますということで、はい、お願いしておりますが、はい、
ですね、内装塗装してね、あと組み上げて、まあ細かい塗装塗り分けね、銀色のとことかね、ちょっと色ついてるとことかいろいろまあやっていこうかなと思ってます。デカールも貼らなあかんと思うのでね、その辺やって、組み立ててっていう流れで、でボディね、ボディね、取り出しね、また頑張っていきたいと思います。最終取り出しね、ボディのはまあまあ、あ、これ初めに言ったんかな、こんな感じでね出来上がっておりますっていうことで、はい、で窓枠の方はもうこれで OK かなと。でここだけね艶にするという感じ、なんかイメージこんな感じやってんけどね、違うという情報をいただいてるんでね、艶にしようかなと思います。はい、そしたら、これで終わっておきます。13シルビアでした。お送りしたのコムさんでした。また次回お会いしましょう。それでは終わっておきます。ではさよなら。